岩尾三郎岩尾三郎から1909年7月15日は、幕末期の肥後熊本藩士、維新後は、管理、各県知事などを歴任した。熊本城下坪井で、熊本藩士、岩尾伝いの城の三男として生まれる。藩校寺習間で学ぶ。横井湘南の皇帝で、幕末期には、野々口医師、宇どの豊の神。 横井佐平太、横井忠平らと交わり、かつ海舟の神戸海軍総連署で、航海術を学び、長崎に留学熊本藩の洋楽書館術となる。維新後は、福沢諭吉に指示して、慶応義塾に入学、卒業後の明治3年、民部省監督県政となり、東北に派遣される。山形県大三次となったが悲鳴される。明治5年、熊本藩衆。 細川森久の弟、長岡森吉の従者として、アメリカに留学。帰国後、1878年、司法省に入り東京裁判所詰めとなる。以後、同裁判所判事法制度取り調べ局御用係などを歴任。1886年、三重県書記官に就任し、静岡県、愛知県の各書記官を務めた。1896年、 秋田県知事、後、福井県知事、宮崎県知事、徳島県知事を歴任。1908年7月27日、休職満期となり退官した。1909年4月5日に、近警官志向に任ぜられる。晩年は、横井昌南の検証を率先して行った。ありがとうございます。